皆さんこんにちは。ほうれん草の栽培を始めてみました。用意したものはペットボトル、バーミキュライト、ろ過ウール、ハイドロボール、種です。ろ過ウールを切断してペットボトルに入れます。ハイドロボールを入れます。バーミキュライトを入れます。ろ過ウールを入れます。種をまいていきます。水を全体にかけていきます。種まきから5日後、10日後、15日後、20日後、25日後、30日後、
35日後。40日後。45日後。50日後。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。